長マティにご用心、磁力怪獣マグネガウス登場。金庫はなさそうだな。何者だ？バカ者め。おや、怪盗マティ。始まりよ、じてよ。カンデジパー様、今の男は？バカ者、見知らぬ男を入れるとは何事だ。たまには二人で映画もいいもんだな、母ちゃん。出かけるとき鍵閉めてるね。子供たちかしら。ごめん、お父さん、大丈夫？ねえ、父さん！聞いたかよ、怪盗マーティ。怪盗マフィン？食いもんかそりゃ。気持ち悪いよね。金庫の中にわざわざクマのぬいぐるみ入れていくんでしょ？まあこの辺金持ち多いからな。それが金庫開けるだけで何も取んないんだよ。もう12件もやられてんのよ。知らないの？あ、お前んちに小金持ちがいるぞ。父ちゃんに何かあったんだ。父ちゃん！あいっぺ。父ちゃん、死ぬな、死んじゃ嫌だ。うわあ！バカ、殺すんじゃない！もう大丈夫、父さん。あの噂の天才セキュリティハッカー、あの怪盗マティが、ちょっと失礼しますよ。ちょっと失礼します。こらこら、勝手に現場に触れちゃいかんよ、君。この作りはええん、ヤスリの電卓じゃあるまいし。一体どこのメーカーなんだこれは。泥棒さんどうぞお入りくださいって書いてあるようなもんですよ。これはあんた誰？私、キャッツアイ警備保障の石川と申します。よくも僕の部屋にズカズカと。何者だ？ざまあみろ、怪盗マーティ。あれ？知ってる。キャッツアイ警備保障のマークだ。セキュリティで儲けてる会社だ。セキュリティか。コンピューターシステムを使って人間の安全や財産を犯罪から守るんですよ。うん、次の狙いは決まったな。一流企業はもちろんのこと、全国100万世帯がキャッツアイのセキュリティシステムを採用しております。我が社のホストコンピューターは世界一優秀なんです。お宅に入ったあの怪盗マティです。我が社のセキュリティだけは破れないんです。お宅にも絶対に必要です。いや、しかし何も盗まれてないんですよ。ご主人、あれが怪盗マティだったからまだ良かったようなものを大事な家族に
もしものことがあったなら安全はお金で買うんです。今や世界の常識ですよ。カーナ、何もなくなってな。うん、カーナちゃん、いいものあげようか。ひゃっ、ぶわーしゃーきーとん、かしん、かしんわーどばーかしん、かしん、かしんくわーん、ほーらできたーとっとすいません本当は男さんにしか会えないんだけどね。我が社はアフターサービスも万全ですし、メンテナンスも素早いです。母ちゃん、どうしようか。ない、ない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 、ないよ。何がなくなったんだ。怪盗マーティンに盗まれた。俺が命より大切にしている三浦義和のサインが入ったサッカーボールを盗まれたんだ。くっしょー、怪盗マーティンの野郎、あのサインボールは学校でも俺しか持ってないのに。怪盗マーティンは何も盗まないよ。まして子供部屋から今さら三浦友和のサインが。三浦義和だよ、三浦義和。そんな人知らないと思うよ。おじさん、怪盗マティでもないのにそんなことわかんのかよ。いやいやいや、いや、まったく。はあ、お兄ちゃん、かわいそうだからこれあげる。めげないでね。なんだこれ。桜ヶ丘の事案も悪くなったものね。せめて怪盗マティの顔だけでもわかったらな。俺たちで怪盗マティを捕まえようぜ。唐突なんだから。俺何としてでも怪盗マティからサインボールを取り返したいんだ。セールスマンじゃないか。いやいや、ちょっとね、天才セキュリティハッカー怪盗マティを出し抜くとは、本物の天才とは君たちのことかもしれない。やるな。ふざけんなよ。いい加減にしろよな。自分が何したか分かってんの。お許しを。うちもキャッツアイと契約してるけど、パパに頼んで解約してもらうわ。いやだやだ、契約が減るくらいなら死んだ方がマシだ。怪盗マティは契約を増やすためのほんの支えだ。泥棒から守ってもらうために契約してるのに、その警備会社の人間が泥棒やるなんて。泥棒じゃないんですよ、怪盗マティは。一件でもですね、契約を増やすために仕方なくですね。泥棒じゃないかよ。俺のサインボール返せ。知りませんよ、そんなものは。前がうちに来た日亡くなったんだよ。警察に連れてったら白状するさ。本当に何にも知らないんです。ですから警察だけはご勘弁を。私にはですね、あの3つになる娘とよーく食べる女房がいるんですよ。これをね、養わなくちゃいけないんですよ。行かずに来いよ、ほら。毎日でどんぶり飯3杯も食うでしょ。来いって、お前は。危ないってのは持ち引きあるじゃないんだから、これ。もうやめて。ガーオ、磁力怪獣マグネガウス。両肩に生えたマグネホーンから強力な磁力光線を発射。バリアーで身を守る。よしよし、てこでも動かぬふてぶてしい面構えだな。マグネカウスよ、セキュリティコンピューターを破壊し混乱を巻き起こすのだ。行け。吉人くん、何してんの。それ取るにかけてあるんじゃない。ダメよ。いや、
トイレと暗記した単語が全部流れるような気がするんですよ。トイレの方がいいのよ。運がつくのよ。運が流れるんですよ。話してください。話しません。ヨシヒトが気絶したってママから電話があったんだ。お兄ちゃんが気絶？なんかセキュリティシステムが作動してうちから出られないらしい。え？どうなってんのよ。あんたんとこのセキュリティでしょ。見てみないことにはなんとも。見てよ、開けてよ。お兄ちゃんを助け出してよ。あなた怪盗マティなんでしょ。なんとかなりますかね。我が社の製品ですから。どうしたんですか。あ、どうも。いや、息子が気絶してそのドアが開かないんです。それは大変だ。手伝います。お願いします。何村に任せてください。この騒ぎはひょっとすると、チーコールだ。急ごう。待ってたぞナオト。変だと思った。警備会社のコンピューターよ。よし、アクセース、フラッシュ。シールドを取ろう。バリアシールド、ゴー。磁力破壊光線だ。畜生。アシストエポ援護しましょう。待った、いい考えがある。すぐにお父様に見ていただきましょうね。ヨシヒトちゃん、ヨシヒトちゃん、ヨシヒト、あなた、お父様よ。よしひとちゃん、お父様いらしたからね。もう大丈夫だからね。ね、よしひとちゃん。よしひと。よしひとちゃん。よしひと。あなた、あなた。
すぎだからな。まだですか。あんまり無理しないでくださいね。開けてやる。怪盗マッティの意地にかけても絶対に開けてやる。それは心強い。さすが怪盗マッティ。マーティーなんですよ。いや待ってくださいよ。いや逮捕しなければ。いやもうすぐですから。いや話してくださいよ。いや話しません。グッドアイディア。時間がない。プログラムにかかってくれ。粉々にされちまう。まだかよ。任さないで。よしっと、プログラム転送準備 OK。 グリッドマンを援護する。今だ。攻撃了解。ドットキャノン発射。アクセスコードは何？ドットゼロンだ。サポートロボ、ゴッドゼノンだ。俺は戦闘開始だ。バトル、ゴー。アッパーパンいるか。ジャンクが危機一髪だ。グリッドマンが危ない。グリッドマンが死んじゃう。行け、ゴッドゼロ。ユカ、交代するんだ。ユカ、ゴッドパンチだ。今度は怪獣の角を狙うわ。グリッドマン頑張ってくれ。開いた。大丈夫ですか。これから精密検査をしますが、軽い脳震盪みたいです。大丈夫です。本当にありがとうございました。やったやった。さすが怪盗マティだ。から出たサビです。ユカの兄貴、異常なかったんだ。ま、普段からおかしいけどね。でも
セキュリティって泥棒以外で作動すると大変なことになるのね。怪盗マティはどうなったんだ。命がけでお兄ちゃんを救ったってことで軽い罪で済みそう。そう悪いやつじゃないもんな。こら待てー、ナオト君、北京原人が追いかけてくる。誰が北京原人なんだ。誰が。兄弟喧嘩ならうちにしろよ。こいつ俺のサインボール勝手に友達に貸したっていうじゃねえか。許してあげたら。タナちゃんのくれたおもちゃでゴッドゼノンが生まれたようなものでしょ。そりゃそうだけど。ま、今回は多めに見てやるんだな。それとこれとは別だ。待てから。セキュリティコンピュータが人間を犯罪から守ってくれる時代は到来している。しかし何よりも頑丈なセキュリティは人間同士がお互いに信じることなのかもしれない。怪獣ジェネレドンがスポーツクラブのコンピューターワールドを破壊した。トレーニングマシンが人々を襲う。ジェネレドンの電気パワーでグリッドマンの最後が迫る。その時グリッドマンとアシストウェポンが一つになった。次回電光超人グリッドマン、スポーツなんか大嫌い、君もアクセスフラッシュ。